にはそういう日もないと。でかい傘持ってるとね、私は小さい傘やから、そんなに。あ、そうか。あのドアツードアでここまで来れたんやから、毎日降ってたらここで買うと。そうそうそう。それも。ここに来たらね。そうそう、明らかにはだいぶ少ない、うん、いつもになく少ないと思う。タムケンの店？え？タムケンの店？ああ。ルーナがあるな、あったかな。そうそう、だからちょっと寒いの我慢して1枚で来てる。多分昼から暑くなるんかなと思って。
食べ物屋さんあっても潰れへんもんな。ああ、しょうがないかもしれない。先生やったら、ここはあかんかったら絶対しよそに出してるのできるから。まあ確かにね、個人でやってたらね、ここやあもう出会って結構入ったらもう分かるけど、あかんかったら、うん、あかんかったらもう終わりです僕はまあこんだけになる前にもう場所取りというかのれん取りしてるとね、処理するような流通なんでしょ。そうなんでしょうけど、いや1万円売っても買っても2000円ぐらいやから、ああ、あの仮に仕入れがゼロとして、あ、なるほど、手間暇かかるしね、こんなにすっげえとこなんかまだ場所がええから売れてるんだ。印象的なお店なんですか。15周年前にね。はいはいはい。見に行った時にあの3人で、僕こっちがあると思ったんですけどね。哲也さん、あのメッセージはなんか見てはありますね。確認はして。昨日から。確認はしてる、うん、昨日から書き込んだやつをずっと既読にはなってます。いよいよ E1 あげるって言ったら違うかな。 E1 って E1 降りる、ああの大通り E1 欲しがってんの、うん、E1 持ったんですよ1台。ああ、うん、
く僕は5年ほど前に、西陣の中古のカメラありますでしょ、はいはいはい、そこで交差っていうのを聞きつけて、ちょっとやってもらうと僕にとか言ってその頃から言ったんだ。2台欲しいのかな、どうなんでしょうね、何台やってもいいことちゃうし、2番やったらそんな高ないし、やっぱりでもごついな今となっては、まあね、マイクロフォーサスであんだけの写真撮れたらね、うんうんうん、ということで押し付けてしまいましたいやいや、望遠系が充実してるんでありがとうございます。そうやね、そっちはすごいね役に立つもんね。基本ないでしょうか。あ、鳥を取るとかね、あ見ないと。先生、ありがとうございます。たまに取るもんな、たまに取るだけやもんな、うん、頼まれてね。そうそう、コンサートの写真撮ってほしいとか。居酒屋さん、かなり強烈。ここは新しい場所っぽいですね。うん、今までなかったね。なんか半年に1回もこうやって来てるとなんとなくイメージが。一緒にバイクで、まあ、月に1回か2回走り回ってたやつがこの辺に住んどったんですけどね、ああ、5月のゴールデンウィークで東京帰っちゃったんですよ。あら、で、あんまりそっかりはでもこの辺知らん、趣味が違うんで、僕やったら、入り浸って隅から隅まで知ってるぐらい。うん、そうやね、そういう脇道をね、結構してここはそうやな。あんま気にならない人は気にならへんのかね。まあ僕はなんか何かしらでも好きやな。商店街ね。僕も大好きですよ。やっぱしょうもない商店街でももう横浜なんか行ったら必ずなんかうろうろするけどね。商店街とお店。うん、そうそう。なんだろうな。何が売ってるかとか店構えとかメニュー。うん、見た目、うん、なんか全て興味あるね。そうだよね、それが必要だね。しかし大変ね、アパートも安いし、うん、一人で何も他に、うん、ないねん言うたらここら辺に住むのもいいかもね、うん、またあんだけ食ってあの値段やもんね、寿司もね。まあ入りも安いんでしょうけど数も出るやろうから。そうやね、結局数が出るから、うん、あの強気の仕入れができるんでしょうね、うん、逆に言ったらやっぱり日頃お寿司屋さんってネタをやっぱりあれだよな、管理するのが大変やいうことやもんね。居酒屋なんでもそうですわ、生もんてはね。そうだね、かといって冷凍ばっかり置いとくわけにはいかない。そうそう、
たんやから。京都府立大出て、ちゃうわ、大阪医大出て、結局、焼津の方に今、開業所に、病院やってるやつ、ガンガンしておるんですけど、1日に200人ぐらい見るんちゃうかな。で、個人の病院とは思えへんぐらいの大きいです。まあ、雰囲気、ざっくり言うと、あれはあのカロックのビルは大きすぎるな。だけどまあ結構な、あの茶色い四角がありますやん、あれとあれの間ぐらいの大きさの、すごい流行ってるね。だからこれ1日に200人も見てしとったらそのぐらい、まあ、もちろん他にお医者さんも手を雇ってやってるんでしょうけど、それから高齢者はな、眼科とか歯医者とか儲かるよ。常連さんがこんなこと言ってたんですけど、ヒゲを生やしたら、もう歯が弱なってきたらヒゲ生やしてね。で、なんで？いや、それ、なんでできるけど、誰もそれ、本人も答えへんし、まあ、誰も調べようともせえへんし、そんなことをこう、まほどし、あの、視野が、視野がここに分かるんやから、何か根拠があるんだろうと。ハンバーグちょっと食べてワインでもチラッと飲んだら、それで OK なんで。だから一人で行くと いろんな種類が、まあどこの料理屋さんでもそうですよ。店構えにしては目立つコップやったね。そうやね。食屋さん多いな。いいですね。ちょっとないわ。神戸もあるけどこんな固まってはないね。まあ、ここは固まってます ねえ。ここだけでほんまに楽しめるわ。駅の周りもすごいけどね、天満のね。
ぐらいあるんじゃん。もっとあるんじゃん。10軒では聞かへんのちゃう。あの入ったところ。ああ。普通の喫茶店の。コーヒー屋も多いんですか。酒はさっきから多いね。普通はもう成り立つんですよね。やっぱり人がそんなふうに来てくれる。商売の人がちょっと一息入れるときに入りはんねやね、ここの、はい、うん、商店街の人の文化はあの朝ちょっとコーヒー飲む方もさ、うん、そうですね、うん、結構あるじゃないですか、そこからスタートやね、うん、そうですね、なかなか渋いコーヒーでも飲みますか。飲む。まあまあいいかもしれないね。窓の作りから言ってそうやろうね。カレー屋さんが続いてある、うん、いろいろ食べてみたいけど、ね、お腹は一つやから、うん、住んでるやね。そうそう、うん、住みたんびやったら数年で生活できる。難しいな。あ、車あんまりなかったな、うん、中華料理はあんまりないね、ここはね、え、どっから、なんとかいい店があるの、リンガーハットと中央圏がありました、あ、まあ、どっちもでも全店系ですね、そうだね、パーティーしたのはもうちょっと向こうでしたっけ、あれどこだったの、北半分じゃないかな、そうやね、もうちょっと向こう、まあどっちかですね、
淀川は結構あの流れが急でしたけどね。まあこんなもんですね、いつもね。雨が降っちゃったぐらいです。